こんにちは、新谷正樹です。本日は奈良市引田町にございます、2016年1月地区の、ベルソンジュという単身用のアパートの方にやってまいりました。はい、まず1階のお部屋のご紹介ですね。こちらの玄関スペースとなっておりまして、まあ、奥に廊下があって、お部屋があるような状態になっております。こちら下駄箱となっておりまして、廊下の部分にね、お手洗いであったりとかお風呂がございます。はい、でその奥になるんですけども、はい、こちら、お部屋で、ね、7畳ほどの洋室となっております。結構ね、床の方もシックな色のものを利用しておりまして、非常に清潔感があるお部屋となっておりますね。こちらエアコン1台備え付けとなっております。でその奥側はですね、こちらサンルームとなっておりまして、こちらの方で洗濯物をしていただけるようになっておりますね。ですのでこちらの方は雨の日であってもね、こちらで干すことができますので、まあ、社会人の方はですね、学生さんも非常に使い勝手のいいスペースとなります。この奥側は洗濯機を置いていただけるスペースですね。でその反対側、こちら押し入れとなっております。こういった形でクローゼットタイプになっておりますね。でこちらの方はこういった形で仕切れるようになっておりますので、はい、光も、ね、入ってきますので明るいようになっております。こちらモニター付きインターホンとなっておりますので、カラーでお顔を確認してお話ししていただくようになっております。キッチンスペースはこういった形で独立しておりまして、でガスコンロ付いております。また収納も、ね、こういった引き戸の、タイプのものになっておりますので、非常に取り出しやすいキッチンを採用しております。この反対側は、ね、冷蔵庫を置いていただけるようになっております。はい、こちらも、ね、クローゼットとなっておりますね。2箇所ございますので、ね、非常に物を、分けて収納することが可能となっております。はい、こちら非常に綺麗なお部屋となっております。単身用となっておりますので、社会人の方におすすめのお部屋となっております。詳しい条件は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正樹では皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございました。